久保さん、行動の負債、いいっすね <laughs> 間違いないっすね負け癖ってやつっすね、まあ、今回ね、あのー、あのねこ,この前アンケート取ったんですけどもまさにそれなんですけどこんな人がいまして、まあ、ブログにもちょっと書いたんですけどちょっとびっくりするね あのアンケートいろいろ書いてあってその最後にねその方が何て書いてあるかっていうとすべて何をするにしても遅い亀さんだから稼げない亀はウサギウサギは吉谷さんにはなれない亀でも稼げる方法が必要って書いてる人がいたいまあこういうことなんですよね <laughs> 吉谷さんはウサギです僕は亀ですだから亀でも 稼げる方法が必要ですっていうねまあこれ亀とうさぎのまあ話をね本当にまあなんだ序直に当てはめるんだったらでどっち勝ったのって話じゃないですかうさぎ負けてますよねまあ亀とうさぎの話で言うならばねうんまあその話をシンプルにこの紐付けるならばいや結局どっち勝ったのっつって話で亀ですよねでうさぎはなんか亀、あのー、よりできるから あのサボって寝昼寝するとかねで僕が言ったのが「いや僕亀っすよ」みたいなどう考えても亀でしょみたいなめちゃめちゃその毎日なんかちょいちょいやってるじゃないですかみたいなうんでも亀でも稼げる方法って亀のようにちゃんと今日やりましたって話ですねそれが全てですよね亀でも稼げる方法じゃあ今日亀のごとくどういう小さい一歩を踏んだんですかっていう話ですよね うん、だ結局、そのやらないと <laughs>、あのー、だからうさぎでもねやらなかったら勝てないし天才でも勉強あの試験受けなかったら東大受かんないですよ。だから結局やらない人何もなんないですよね。天才でもだって、ね、東大の試験受けなかったら東大入れないでしょ。<laughs> 天才なんですよあんたより天才なんですよ IQ300 だけど東大受ける気がなかったら東大入れないでしょ。うん 東大なんか入りたくないって言ったら入らないでしょ。ね、天才なんですよ。もうスーパーウサギですよ。超ウサギ。だけど入らない。でもめちゃめちゃ勉強してね、めちゃめちゃその頑張ってね、東大受かる人いるじゃないですか。天才じゃなくてもね、東大受かる人いるだろうし。まあすごくシンプルですよね。今日、亀のごとく何やりましたかってことですね。で今日ね、僕あの、あの、再生リストをねかさ、確認してたらね、久保さん、あの、 <笑><笑>あの番号間違ってたんでちょっと直しました今亀のことを一個一個ちょっと番号変えてたんですけどまあ久保さんはまあね一応なんかあの再生リストにしっかりまとめてやってないとは思うんで僕再生リストにまとめて一応1シリーズ999本でちゃんとこう再生リストがバンって残るようにしてるのでその数字が間違うとなんかややこしくなるのではいな直しましたはいなんかねどっかから間違っててうん だからね、あの、本数がね、少なくなりましたね。はい、また亀のごとく積み上げるんで問題ないんですけど、<laughs> カムバックですね、はい。だから640じゃないですね。はい、だから40個また積み上げますけど、はい、終わります。